はい、今回は、名古屋市の大曽根駅の方にやってまいりました。これから、ゆとりとラインに乗りたいと思います。上の方まで上がってきましたけれども、案内板の方を見てみましょう。ちょっと見づらくて申し訳ありません。時刻表の方ですけれども、結構バスは頻繁に走っているようですね。利用客の方も多いようです。路線図の方を見てみますと、現在地下の大曽根です。そして目的地はですね、龍泉寺というところなんですけれども、その手前の龍泉寺口というところまでは、種別が鉄道、そこから先が、路線バスということになっております。一体どういうことなのか見てみましょう。それでは乗り場へ向かいましょう。一応鉄道ということで改札はありますが、そのまま中へ入ります。改札の中へ入ってきました。それでは乗り場へ上がってみましょう。はい、上の方に上がってきました。電車の高架線よりも上にありますね。高いです。そして乗り場はこんな感じです。乗り場は2箇所あって、行き先表示もされています。はい、バスがやってきました。ちょっと様子を見てみましょう。反対側が、降り場になっております。そして、お客さんを降ろしたバスは、奥の、広い場所でですね、旋回してまたこちらへ入ってくるようになっております。種別は鉄道ということですが、バスはバスです。でもこちらは鉄道動画ですので、鉄道も一応載せておきます。それでは龍泉寺の方へ向かいたいと思います。ありがとうございました。それは
はい、このガイドウェイバスはですね、このタイヤのところに装着された案内装置によってまっすぐ走ることができます。そしてバスの停留所ではなく、これは鉄道の種別ですので駅ということになります。乗降客がいてもいなくても止まることになります。結構利用客がいらっしゃるようですね。はい、右に動画を出しましたけれども、このバスは、カーブを曲がるときに、運転手は何もハンドルを触らなくても勝手に曲がります。ハンドルも勝手に動くんです。面白いです。正面に見えている、煙突から、煙が出ていますけれども、王子製紙の工場だと思います。次の停留所がですね、白沢渓谷ということで、名古屋市守山区にあります、白土公園内にあるちょっとした渓谷です。画像にもありますように綺麗なところですよね。またちょっと時間がありましたら、動画を撮りに、出向いてみたいなというふうに思います。Thank you.
はい、ここまでが、鉄道の区間となります。この先が路線バスとなります。ここで、タイヤの横に設置されていた案内装置を引っ込めることになります。ここから路線バスの区間となります。バス料金の方も、ここから、名古屋の市バス210円一定、料金となります。はい、この龍泉寺口は、停留所ですので、駅と違って誰も乗降客がいなければ通過となります。はい、ピンポンと押したのは私でございます。はい、龍泉寺に着きました。はい、龍泉寺といえばここです。